沢木隆の百海図鑑より、塩けラ鳥山赤縁、ガと百鬼夜行より、塩けら塩けラとは、江戸時代の百海図鑑、ガと百鬼夜行などの妖怪絵巻、妖怪画集にある日本の妖怪。歴史的金な遣いでの表記には、シャウケラ、ツウケラなどとも書かれるほか、歌川カオルインの百種怪談妖物スゴロクでは、笑い点と表記され、転居は不明だが、 聖オケラとも表記される。百海図鑑、ガト百鬼夜行ともに絵のみで、解説文がないため、どのような妖怪かは推測の意を出ないが、民間信仰においては、行進町の行事に、使オケラの名がある。行進町とは、人間の体内に三四川根という虫がおり、行進の夜に、天へ登って天庭にその人の罪を報告し、天庭はそれによりその人の命を奪うとされている。 ことから、更新の夜は三種バネを体外に出さないよう、眠らずに過ごす行事である。この行事の日に早く寝た者は害をこむるといい、この害を避けるために、使用ケラは、わたとてまた川が宿へ寝ぬぞ高ぞね高ぞねぬばと呪文を唱えると良いと伝えられているため、使用ケラとは、更新町において人間に害をもたらす妖怪と見られている。また、元読年間の書籍、 高神殿では、小キラ波中のことなり、一説三四カバネのことと、うんと、あるため、小キラは三四カバネのことを指しているとの解釈もあり、三四カバネを擬人化した姿とも、三四カバネの中でも獣の姿をした、中四カバネをモデルにして描いたなどとも言われる。鳥山赤炎は、ガト百鬼夜行で、家屋の屋根の天窓から、中の様子をうかがっている、小キラを描いている。 昭和、平成以降の妖怪関連の文献では、これは更新待ちの日に人間たちが規則を守っているかどうかを監視しているとの解釈もあり、規則を破る人間に対しては、使用ケラが三本指の鋭い爪で罰を与えるものとされている。ありがとうございます。